お父様たちは向こうで孤立しているわ。急いで合流しましょう。待ってて父様、絶対助けるから。救援を遅れてはお父様たちは危険。私たちも行くので、どうか耐えていて。他にも孤立している仲間がいるようだ。付近の味方を救援して合流を目指すぞ。将校たちがこちらへ向かっているらしい。木のただ中を突きようとは、このジャジャウマめ、無茶しやがる。俺らも敵かぎ分けて進んどくか。伝令、天井中央の崖上に翼を持った怪物が出現。崖下では味方部隊が敵に囲まれ窮地にあります。あの翼野郎、ずっとあそこにとどまってやがる。さては下にいる俺らの仲間を攻撃してんのか。味方の救出と怪物の討伐を一時にやらぬか。これ以上兵を分けるのは危険な賭けとなる。崖は北の方、きっとお父様たちがどうにかしてくれるはず。私たちは崖の下にいる仲間を救援しましょう。このままでは。近くに味方はいないのか。お父様、大丈夫かしら。大丈夫よ、私たちもお父様だもの。そうでしょ。さくらに安心して戦える武勇ってやつだ。撤退する考え。お前たち、窮地をよくぞしのいだ。これよりは我らも共に進もう。おお、それはありがたい。命拾いしましたぞ。決闘がいい。俺の力、思い切って。予想以上の腕よ。逆らえ。激しく行くぜ。メッス、加減はせぬぞ。怪物は片付いた。あとは残った奴らを蹴散らすだけだが。攻撃が止まったわ。お父様たちが倒してくれたのね。父様たちがこれだけで終わるはずないわ。崖の下に敵を集めるのよ。父様たちに蹴散らしてもらいましょう。わかった。ならば砦にこもる敵を挑発しおびき出してやる。見事だ。私も浮か
会うかしていられないな。妖魔とは戦もできぬ臆病者の集まりなのか。所詮は化け物、我らの敵ではないな。貴様ぞい、人間の分際で生意気な。俺様がぺしゃんこにしてやる。よし、動いたな。ここは下がり、敵を引きつけるぞ。やるもんじゃねえか。北が安心して戦える武勇ってやつだ。滅ぶ、骨ごと噛み砕いてくれよ。さて仕事だ。撃ち抜いたぜ。この調子頑張って。これぐらいにしといてやる。勢いのままに敵を全て打ち果たしてしまう。これでは味方に合わせる考えないの。諸君、怪我はないか。どうするったら、それはこっちのセリフよ。さあ早く戻りましょう。きっとみんなも心配しているわ。ちょっと帰るのはまだ早いわよ。敵が面白くなるのはこれからなんだから。激しく行くぜ。愉快な仲間たちも連れてきてあげたわよ。それじゃ。では皆さん、ハサミ打ち開始。打ち抜いたぜ。片っ端から打っちゃるしかねえな。さあどっちからやる。怪物もあれだけ数が多いと厄介だ。まずはダッキーを倒すとしよう。怪物の群れがそこまで迫っている。戦いは避けられないか。父と子が苦難を超えて再会を果たしたのだ。戦のために今一度離れ離れになることもあるまい。ここは私が一人で食い止める。お前たちはその隙にダッキを撃ってくれ。あなたを一人にできねえ。私も行くわ。ソゲ、ショゴ、ダッキは任せたぜ。決闘へ。宇治役様、二人をお願い。ダッキは私たちが必ず倒すわ。さあ頼もしくなったな、将校。さっさと行くぞ。俺の力、見せてやろう。また腕を上げたんじゃない？自分のことみたいに嬉しいわ。あら？私の方に来ちゃうなんて。宇治屋さんたちは放っておいていいの？今頃獅子は怪物を食らっているだろうさ。もっと慌てふためいてほしかったのにつまんない。こうなったら私が思いっきり痛めつけてあげる。痛いの見るのはどっちかしら。家族の絆を甘く見るとどうなるか教えてあげるわ。お前たちはなぜ戻ってきたのだ。仲間は家族の同然。大事な家族を一人にはできないわ。竜と仲間は家族。そうだね。どうやら私は大切なことを忘れていたようだ。やるもんじゃねえか。北が安心して戦える武勇ってやつだ。お前が真の三国無双だったとは。そっちないのですね。お父様、ご無事でよかった。手を貸せ。
な戦ぶりだ。互いが互いの無事を喜ぶ。我が家族の絆は敵将をひざまずかせてやって。父上の喜ぶ姿など見たこともない。あるいは内心将校たちは奮闘している。私もここで遅れを取ってはいられぬ。決勝に奮戦あっての勝利だな。みんなで力を合わせたからこそ勝てたのね。そう、これこそ仲間の絆の勝利よね。無事父様たちを助けられてよかった。戦場をこん有意義な時間であった。皆を兵